まだ頑張ってますね。ぐるぐるしてます。で、これ今何頑張ってるかっていうと、この子はアプリを作るって、なんていうの、なんだかよくわからない言葉を書いて、なんだかよくわからないものを使って何かをするみたいなイメージを持ってる人ももしかしているかもしれないんですけど、今ここまでやった作業だけで世界で一番小さい Android アプリがもう今出来上がろうとしてるんですよ、このくる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 で。それを今作ってくれてるんです、この子が。それを今ただぼーっと待ってるっていう。いけるかな、さっきの話。このさっきのここのアプリをプレイストアに上げた時は、ここの文字列がさっきのやつだよっていう、アプリ作る時に入れた文字列がこれだよっていうふうにやったんですけど、ここって逆に言うと、ここの文字より前についてる自分のアプリの URL、 これって全世界共通、どのアプリもみんな一緒なんですよ。そうすると同じ URL ってかぶっちゃダメじゃないですか。感覚なんとなくわかるかな。同じ URL が世界中に2つ存在してたらちょっとおかしなことになりますよね。ということで、その後のここの文字列っていうのは絶対に世界中のどのアプリともかぶってはいけないっていうルールがあるんですよね。なのでこんなへんてこりんな文字列になってる。これどういう規則でつけたかっていうと、コムドットうちの子もらってドットディズニーって書いてあるでしょ。この最後のこれは、まあアプリならではで私がつけたとして、こっちの部分は自分が実際に持っているドメインを、ドメインってわかる？何々 .com とか何々 .co.jp とか、あの文字列のことをドメインって言うんですけど、あれってお金出して買ってるのね、みんな。で、私はうちの子もらって .com っていうドメインを持ってるけど、その自分が持ってるドメインのうちの子もらってドットコムを反対1個にして、それバックドメインって言うんですけど、反対1個にしてアプリの ID にしようねって、これも Google が言ってることなんで、はい、ちょっと長くなっちゃったんだけど、めちゃめちゃ大事なのでお話ししました。そういうふうにアプリの名前 ID をつけます。お、そろそろいいんじゃないですかね。まだかかるね。まあこれ一番パソコンを初期化して何にもしないで Chrome と Android Studio を入れて一番初めのアプリ、こうするとこれぐらいかかるんですね。そのアプリの中もそうだし、アプリを作るためのキットとかもそうなんですけど、いっぱいあるから初めてやるときに全部ダウンロードしてくるんですよね、この Android Studio くんが。それですんごい今こんぐらい時間かかってる。けどこれ一回何か、例えば今これゆりこみくじ作ってますけど、これ一回作ってまた次違うアプリ作るっていう時はこんなに時間かかんないです。もうちょっと1分もかかんない。ここまでが Android 作業。はい、分かりづらいんで画面を大きくします。オプションのボタンを押しながら、この緑のプラスボタンを押すとちょうど画面いっぱいになってくれる。